どうも皆さんこんにちは、バカボン鬼塚でございます。こんにちは、山口沙和です。さあ、そんなわけでございまして、はい、ここで鉄道の運転見合わせの情報なんですけれども、 JR 横浜線は午後12時30分頃に中山駅東海市場駅間で発生した人身事故の影響で現在上下線で運転を見合わせています。ご利用の方はご注意ください。さあ、ね、はい、イッツザタウンでございます、うん、大宮アルシェ5階 HMV 大宮アルシェにあるスタジオアルシェから生放送、今日も一つよろしく、はい、お願いいたします。よくこの頃ね、はい、僕もなんかこう、うん、ね、こう言っちゃなんですよ、こう言っちゃなんですけども、はい、本当にこの頃、うん、たまに言われるんですよ、こうやって、うん、あれ、すいません、本当失礼なんですけども、すいません、バカボンさんですかって言われる時があって、はい、で なるべくその時、はいみたいな感じで、こう嘘偽りは言わないようにしてるんですよ。はい、ひょっとして ラジオでみたいな、はいみたいな、ああよく聞いてますってね、はい、でそういう風なことが最近いろいろあって、はい、ですよ、うん、ね、うん、昨日仕事を終えて夜遅く家の近くのコンビニ行って、はい、でコンビニで買い物したんですよ、バーってね。で買い物してもう本当に遅く12時過ぎてて、はい、ガーッと、まあ今日も疲れたなと思いながらレジに持ってってこう精算してもらってたら、はい、店員さんが「すいません」っつって「はい、来た」と「また来た」と「こんなこと言うのも失礼なんですけど」はい、って来たから「ああまたか」と思って、例のでもここまでで、はい、こう顔バレしちゃうもんかねなんて思いながら、はい、逆にね、はい、だからもう本当に「はい」の口をこう作って困ったら、はい、その T シャツってレアですよねって言われてそっちかはいね、知ってます、なんかレアなんですよねみたいな、はい、雑誌とかに載ってねーつって、でもなかなかもう見ないんですけど手に入れられたんですねーつって、おいピッツ1200円になります、はいガッサーって袋持って外出て、なんでしょうね、もう俺もまだまだだなって思った俺もまだまだだよね、本当に口は完全に「はいバカボン」の口になってたからね、はい、ダメです、ダメです、そんなんじゃ頑張ろう。さあ、そんなわけで、はい、今日も思いっきり行ってみようかなと思いますさあ、今週もリスナーの皆さんからメッセージを募集しますよ。テーマはこちら、実験したり研究したりでチンプレコンプレ中、あれ大変身じゃないチンプレーコープレー集になってるよ、大全集でしょ、長かったな、うわドキドキした、はい、ちょっと実験したり研究したりですって、学校はもちろん、はい、家で自主的に何かしら軽い実験研究にまつわるエピソードを教えてください。例えば、うん、うちの作家のミヤちゃんは小学生の頃家の小さい庭に桜の木がありそこに、伝わってアリが2階まで来ていました、はい、アリたちは窓の内側の木に、枠を通っていました、木枠を通っていました。放っておいたらどうなるんだろうと思い実験してみることに。記憶は定かではありませんがずっと放っておいたら枠の木の色がアリがたくさん通ったためか薄くなっていました、うん、アリの大群の勢いは木の表面まで削ってしまうのかとビビりました。こんなことあんの、ずーっと歩いてると、じゃあ、あ、そっか、でもやっぱそうだもん、道路だってそうだもんね、うん、ずすごい幹線道路、東京だと環七環八とか、はい、こうちょっとよく見ると凸凹だったりするもんね、それをこうちょっとずつ直してみたいな、はあ、こういうことあるんですね。こういう子供の頃の実験って覚えてます？何にも覚えてないです。うわ僕はいくつか思い出しましたが、男の子のがそうですね、そうですね、やりましたね、いくつかやりましたが、うん、全くラジオで喋れない内容です、
全部だ、ね、これだから 今、はい、今一生懸命検索かけてますけど、喋れる話ねえなどれもこれも、うん、そういう実験をやりましたけどね、うん、あとなんだろうな、あ、ちょっと前に、今年じゃないですよ、はい、今年じゃないですけど、ちょっと前に、うん、やっぱり今年唯一夏の、夏といえばこれみたいなことをやった、はい、唯一の僕の楽しみであるカブトムシ捕り、はい、で何年か前にカブトムシを一匹取ってきてオス、うん、なぜかね、なんかいつもはあのキャッチ&リリースなんですけれども、あのリリースしないで、うん、なんか連れてっちゃおうとか思ってうちに連れてきちゃったことがあるんですけども、はい、その時飼育用具とか何にもなくて、どうしようかなと思って、はっと思って、はい、うちの近くの林があるんですけども、その林にこのオスを放してみたら、はい、この林に何年か後にカブトムシがいっぱい発生するんじゃないかなっていうふうに思いついたんです、うん、まあ、オス1匹ですけど、なんかオスがいればなんかどっかからメスがやってくんじゃないかみたいなね、うん、何度かその林の近くであのカブトムシの死骸を見たことがあったので、ひょっとしたらみたいな、こういうことありえるかなと思って、うん、オスを実験的に逃がしたことがありました、はい、でですそれはね 3,4 年前ですね。で去年夏確かめに入ったことを思い出しましたよ、うん、いるかなと思って、はい、あの俺が話したオスが3年経ってなんかメスをこう呼び寄せ、はい、そして卵を産み、この林に、この東京の林に、なんといっぱいカブトムシがいるんじゃないかなと思って行ったらですね、はい、ミンミンゼミしかいませんでしたね、どこかでミンミンゼミになっちゃったんですね、はい、ね、うん、どこかでミンミンゼミだよね、弱々しいねえ、うん、もうほんとその時の気持ちをね、佐賀さん、はい、伝えていいですか、はい、泣く、泣かない、泣くマイム、これ やっとかないといけないでしょ、やっとかなきゃいけないですよね、はい、はい、ということでございましてですね、はい、澤さんは何かありますかってもう聞かなくていいよね。メールはナックバイブモバイルサイトよびホームページのナオンエア、もしくはタイムテーブルに表示されるメッセージフォームから、ファックスは 048-650-0300 でございます、うん、いただいたメッセージの中から抽選で5人の方に僕と澤ちゃんのサイン入りナックバイブオリジナルステッカーを差し上げます。それから普通のお便り、普通お便りもお待ちしております、はい、今すぐにこちらまでどん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 送ってきてください。 Hits the town。 さあ、ヒッツ今日のラインナップです。はい、今日は3組です。何が、ゲストはですね、そうですか、びっくりした、急に3組って言うからなんだろうと思って、カップルが出来上がるのかなと思って、3組も今日番組内でびっくりしちゃって、はいはい、まず2時台に、はい、第36回ホリプロスカウトキャラバンで次世代声優アーティストオーディションのグランプリに選ばれた田所あずささん。何ですね。おにぎりが食べたいんだな、あの田所あずささん。あずささんです、はい、そして3時台にパンクバンドザ・人間。お4時台にアイドルユニットパレットの元メンバーで、うん、女優の君島美月さんが登場します。なるほど。いいですね。独特な語り口でありがとうございます。そしてですね、はい、5時台後半からはヒッツザタウンリクエストチャートトップ5、今日もトップ5、はい、スタートです。このチャートは今日の午後3時までに届いた全てのリクエストを集計して作るヒッツザタウンオリジナルのチャートでございます。チャートの行方は皆さんからのリクエスト次第です。たくさんのリクエスト待っています。今日のレギュラーコーナーですね、こちらです。サワちゃんがサイコロをコロコロして変なヒントを出す、サワ山口のコロコロクイズありますよ。そして巫女の沢さんが天神したら幸せが訪れるかもしれない天神神社こと天神 JJ ありますよ、はい、早口言葉ではありません、天神そうな普通の言葉を送ってきてください。そしてあなたが胸の内にしまった愚痴を山口沢が代わりに読みます。愚痴だ、日常生活の何気ない愚痴を短めの文で送ってきてください。そして3時台後半に猫が吐いた毛玉のコーナーあります、通称バカ通です、はい、
え、よろしくお願いします。お願いします。そしてドナルドは本日無断欠勤です。言ってる意味わかるよね。無断欠勤です。そして、毎週 MC の私バカボンに使うと CG キャラクターの沢があらゆるジャンルのテーマをランキング形式で紹介するランク共和国、はい、王国ではありません。皆さんの意見をできるだけ公平に取り上げる、それがランク共和国。今週ランキングするテーマはこちら、世界大会で出場してみたい陸上競技ランキング。わかります、はい、現在北京では世界陸上競技選手権大会、これが行われております、うん、実力や経験は置いておいて、出場してみたいなという陸上競技を一つ選んで、はい、その理由を書いて投票してください。例えばうちの作家の宮ちゃんの場合、はい、やり投げに出場してみたいです、うん、槍を構えた瞬間がのかっこよく、また投げる瞬間も分かる人は少ないと思いますが、非常な、非道なサウザーが宙に向かってでかい槍を投げるみたいでかっこいいです。あ、北斗の拳の話です。はい、分かりますよ。分かる、理解、分かるの、うん、今の分かったの。分かんない。あの、やり投げをうちの母親、投げやりが始まったよってずっと言ってます。それあの、沢さんと一緒じゃん。沢さんも逆に言うじゃん。ね、遺伝遺伝、遺伝遺伝、遺伝遺伝、遺伝。何やりたいですか。私、リレー。リレー、はい、リレー、うん、おー、リレーの、リレーの3番目。うわ、そうなんだ。で、3番目重要ですよ。重要ですか。結構重要ですよ。じゃあ2番目でしょう。あー、なるほどなるほど、うん、訳するとどれも出たくないです。どれにも出たくないですね、正解は。なるほどな。俺なんだろうな、俺もあの投げ系は好きかも、はい、なんか、円盤投げとかある。円盤、ちょっとでもあのカメラに映るときすごい顔するよ。すごい、すごい。ハンマー投げも。ハンマー投げとか、うわーっつって、うん、投げるタイミングが分かんなくてぐるぐるぐるちょっとみたいな。競技場ぐるぐるぐる止まんないよはやってみたい。そうね。あとあの棒高跳び、棒高跳び、はい、かっこいいですね、うんうん、棒高跳びでもグワーンって上がってブワーンっつって、その棒を片手でグーンして、はい、ブワーンって超える瞬間に見る高さに怯えちゃう可能性もある。とんけーはーっつって、無理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 って言いながら落ちるかもしれないですね、はい、あ、競歩ね。競歩、今日やってましたね。うん、あの俺尻がプリッ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 なるじゃん。あれちょっとねえ、あれ夜間もね、はい、今夜間はないけど、はい、こう陸上競技って、うん、夜間とかあった時にプリップリッっていう時にこれプリッっていった瞬間に右側の尻がのつけたライトがピカッて光って左側がピカッて光るようにこうするとすげえおしゃれじゃない。おしゃれ。夜間分かるもん、競技してるのがピカッ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 。申し訳ない。すべてのコーナーへの投稿はこちらまで。メールはナックファイブモバイルサイトよりホームページのナオンエアとタイムテーブルに表示されるそれぞれのコーナーのメッセージフォームから送ってきていただきたいと思います。はい、普通のお便りもお待ちしております。そんなこんなで今週もバカ騒ぎで盛り上がっていきましょう。バカボーニズカと山口沢のヒッツ・ザ・ダウン・ゴー。ヒッツ・ザ・ダウン。山口沢がお送りしているヒッツザダウン。さあ今日は実験したり研究したりでチンプレーコプレー大全集でございますが、これはラジオネームピニャコラーダさん、はい、私は旦那の耳掃除が楽しみなのです。こっそり取れるのが快感なので、どんだけ詰まってる、どのぐらい待てば大きいのが生成されるか研究してみました。2週間くらいじゃ小物がたくさんって感じですが、はい、1ヶ月待つと、はい、綿棒3本分取れました。待っている間は耳穴を見て出来具合を確認しています。はい、わかんの？
見えるんですよね、ちょうど。あ、そうか、あ、ちょっと見して。そう、いや、あのね、うん、こうなんかして、あ、ちょっと耳の穴見して、うん、おんっつって、まだまだ、なんだよ、ちょっとやってよ、うん、耳掃除、じゃあ後でねみたいな感じで、そんな感じなんですか。はい、もうどう喋ってもラブラブにしか話がない、ラブラブにしか持ってけねえよ、うん、なんだ俺は、いいな、うん、いいよね、ね、本当だよ、うん、ね、人にね耳掃除任せられるってすごいよ ね相変わらず大おにぎりが食べたんだな喋り方になってますけど大丈夫ですかレオナルドさん、はい、小学生の夏休み自由研究ということで一からアイスクリームを作ってみることにしました。あ、はい、いいね、うん、材料を合わせ味を調節するところまで順調、うん、しかし僕はあることに気がつかなかったんです。その日は真夏日であったため冷凍庫の中は冷蔵庫と同じ温度5度、肝心な固める工程で断念し、アイスクリームの元の液体を飲むことになりました。え、真夏日だと冷凍庫と冷蔵庫のは同じ温度なの？ごめん、俺全然よくわかんないんだけどね。そんなことある？ないよね、うん。レオナルドさん、はい、パッキンが緩んで、そうじゃないかな。室温が保てない。うん、だと思うよ、はい、冷凍庫とさすが、でも今最新型そうなんじゃない？そうなってるんですかね、中で。そんなことないよね、そんなことないよね。うわー、今ちょっと心が揺れた自分が反省。そんなことあるかいって今思いました。これは風の玉三郎さん、はい、私は中学生の修学旅行中に、人間は寝ている間にもお菓子を食べることができるかという実験を友人と一緒に行いました、うん、夜も更けてようやく寝込み出した何人かをターゲットに、せんべい、かっぱえびせん、チョコレートの3種類を順にそーっと口に含ませてみました、はい、結果3人中2人がチョコレートだけを完全に咀嚼して飲み込みました。就寝中はしょっぱい系より甘いものを求めるのでしょうか。やめて言っていいですか、知らんがな。本当に何でしょうね。シュトルムドランク、ベランダ菜園でネギを育てています。種が売っていますが少し根っこがついた九条ネギを買ってきて、うん、はい、根っこ側を5センチぐらい残して水につけておき、はい、数日経ち、はい、根っこが伸びてきたらプランターに植えました。お、すごいこと考えて、1ヶ月ぐらいで元の長さまで成長します、はい、ちなみに最初に植えたネギはもう3回目の再生に入りました。へー、ネギ好きな我が家は来年には30本ぐらいにしようと思っていますが、団地のベランダでは無理そうです。すごいね、うん、種が売ってますが、種からじゃなくて、はい、普通に売ってた九条ネギの根っこが少しついてるやつ、うん、そっから再生させて育ててるんだって。すごい考えたな、うん、そうね、うん、なんか、ほらそういう種系、種の世界、はい、種系、うん、そう、菜園系の、もう何言ってるんでしょうかね。種系って分かんないこと多くないですか。多いです、種系、はい、ね、うん、だって子供の時あれすっげえ桃が大好きだから桃食い終わった後、はい、あの種植えてなかった、こうやってで桃の木できねえかなっつって、スイカとか、うん、スイカすっげえ好きだから来年夏スイカすっげえできんじゃねえと思ってプって親に内緒でこう庭に植えてなかった、はい、でも全然生えてこないし、そのこと全然忘れるんだよね。9月ぐらいになるとすっかり忘れてた。である時なんかのきっかけで、あ、スイカの種、あ、芽が出ねえんだっていうことに気づくんだよね。種の世界って深いよね、うん、はい、誰の賛同も得られませんでしたよ、スタッフの、はい、誰もうんって言いません。はい、テルメ八王子さん、小学生の頃夏休みの自由研究でかき氷に何をかけたら美味しくなるかというのをやりました、はい、最初はコーラやカルピスなど
次に少し冒険してコーヒー牛乳とかをかけて食べていました、はい、そこに通りかかった我が母親、はい、つまんない、研究心が足りない私を一喝すると冷蔵庫からおもむろに納豆を取り出し、しっかりコネコネしてからかき氷にかけ出したんです。はいどうぞ、笑顔で差し出す我が母親、はい、はいどうぞじゃねえよと思いましたこれ実際どうなんですかね、どうなんですかね、うまいんですかね。僕はまあほら、納豆が、納豆は自ら手を伸ばすタイプじゃないので、うん、あれば食べますけど、はい、どうなんで、気づくと納豆しか食べてないような気がします。本当氷と絡まなそう。そうだよ ね、だって氷といえばサワー、氷、はい、山口じゃないですか、はい、ねえ、ね、どうですか、一番今まで食べた中で、うん、氷にかけたらこれが一番うまかったっていうのは何ですか。いや氷かけなくても美味しいんです。でもかけたな、あーなんだろう、うわー、わかりました、いいんです、かけない、これが一番うまいですまあまあまあプロとしてはそうでしょうね、はい、かけない、かけない氷、うん、そのものを楽しむっていうことですよね、うん、はいはいはい、わかりましたよ。さあというわけでございましてですね、実験したり研究したりでチンプレコプレでございます、はい、今すぐにこちらまでどん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 送ってきてください。さあ山口のコロコロクイズ、いやーんバカーンこれじゃねえな。さあ始まりました、キッズ・ザ・タウンの名物コーナー、沢山口のコロコロクイズ。このクイズはまさにタイトルの通り、言葉のイリュージョニスト沢山口がサイコロをコロコロと振り、出た目の数だけ答えに関するヒントを出します。はい、皆さんは沢山口が言ったヒントを手がかりに正解を導き出していただきたい、うん、では沢山口さんにヒントを出してもらう今日の答えを見てもらいましょう、どうぞ。はい、さあではいきますよ、はい、どうしたんですかそんなはいってちょっと稲川さんみたいにしてます、なんで急になんとなくですかじゃあいきますよ、はい、サイコロ振ってください、はい、レッツコロコロ見えちゃった俺、サイコロの数見えちゃったとんでもないよみんな、サイコロの出た目の数だけヒントが出ますからね、はい、出た目はいくつ。1。もう一度言います 1。ヒントは1個しか出ませんよ、いきますよ、はい、ちょっと待って、前のルールと違ってサイコロは1回しか振れないんですからはい、ヒントその1、しゃ、はい、これだけです何を表してるんですか、ねえ、ねえ、これ、はい、なんかを表してるんでしょ、はい、何かを、うん、もう一回いきます、はい、ヒントその1、シャン、あれです、うん、分かりづらいと思うので、うん、カタカナで表すとシャーです、シャーね、はい、それをどういうような、どういうの、シャンシャだそうです、はい、手をつけたらいいと思います、手をつける、うん、どうするなんか両手で大きく、両手で大きくシャン、いやちゃうレイディオレイディオラジオの前の皆さん両手で大きくって言われたってどうやってやってるか分かんないじゃないですか、あ、じゃあ両手で大きく翼みたいに両手を広げるってこと、そういうことで、シャン、全然分かんないけどこれ全然分かんないんですけど、まあいきますか、分かった方は今すぐ答えをこちらに、メールはナックバイモバイルサイトよりホームページのナオンエアとタイムテーブルに表示されるメッセージフォームから送ってきていただきたいと思います、はい、ファックスは0486500300 0486500300 です正解した方の中から抽選で1名様に沢山口さんのメッセージ付きナックファイブステッカー差し上げますよ、正解者がいなかった場合は近いと思われる方に差し上げます、もう今日完全なる抽選じゃねでも分かんないか、応募の締め切りは40分5分しかねえなうーんと大丈夫かな1回だけですからね、正解の発表は2時台後半でございます、はい、もう一度いきましょう、
今日のヒント、じゃあもう一つヒントは親指と人差し指を、サイコロは1しか出てねえんだからもう一つヒントはじゃあダメでしょもうじゃあね、でもいやにいいよ、あのじゃあ手を伸ばすときに、うん、こうなんか親指と人差し指一緒にひっつけたまんま、はあ、はあ、シャーってやる、シャーますますわからなくなったんですけどヒントでも何でもないと思うんですけど、皆さんあのシャーっていう時のアクションは親指と人差し指両手くっつけて、うん、そうですね、 OK サインみたくして、それで翼を広げるようなポーズを取りながら言ってください、せーの、シャー、これがヒントですはい、ではいきますよ、受付スタート。 Hits the town Challenge for nature FM Mac 5。あなたが胸の内にしまった愚痴を山愚痴沢が代わりに読みます、愚痴っと。ラジオネームもちもちもちからの愚痴、宿題が終わらない。ズバブーンお車相談室、本日は埼玉県にお住まいの大丸さんとお電話がつながっています。もしもし。もしもし、あのこちらに電話すれば車を高く売る方法を教えてもらえると聞いたもので。お任せください。あ、具体的にはどうすれば。車を高く売るならズバブーン、車を高く売るならズバブーン、車を高く売るならズバブーン。すごい勢いですね。はい、鬼のように高く売れます。鬼のように。車を高く売るならズバブーン。ズバブーン、そういうこと。車売るならズバブーン。It's the town. ランク共和国。さあ始まりました、王国ではなく皆さんの意見をできるだけ公平に取り上げるランク共和国。 MC の私バカボン鬼塚、パジャマを長袖に戻しましたと CG キャラクターサワがあらゆるジャンルのテーマをランキング形式で紹介します。 CG よろしくね。よろしくねもうあれでしょう、あのCG のキャラクターを演じてもいないでしょう普通に素でやってるでしょ。素でやってるんですよ。そうですね、わかりますよ、はいはい。CG が素でできるってすごいんですよ。すごいですねよく考えてみるとCG を素でできるっていうね、なんでしょうね。もう今日からヒットを聞き始めた人は何のことやらさっぱりわからないと思いますけども、ね、はい、はい、では行きましょう、はい、今週の、ランキングするテーマはこちら、世界大会で出場してみたい陸上競技ランキング。現在北京で世界陸上競技選手権大会が行われております。実力や経験は置いておいて出場してみたいなと、うん、陸上競技を一つ選んでその理由を書いて投票してくださいと、うん、そういうことですね、はい、はい、これはラジオネーム埼玉アラヒフおじさん、はい、全くもって陸上競技とは無縁ですが、もしも出場するなら走り幅跳びに出ます。 100m だとテレビ画面から消えちゃうので、走り幅跳びならその人しか映さないから、はい、ずっとテレビに出られますからね。そうか、うん、やっぱあれだもんね、 100m だとトップの人たちを取っちゃうから、はい、そうね、あの、うん、やっぱこう遅かったら画面から少しでも映りたいということで、はい、もうじゃあ一人競技は全部映るじゃんこれね、うん、でもそんな中でもこうちょっと派手めな走り幅跳びがいいっていうことなんでございましょうかね、はい、続いてこれはラジオネームうっちゃりの大之助、出場してみたいのは走り幅跳びです。俺理由は空中で歩いているような跳び方をして、砂にザバーという感覚を経験してみたいからです、はい、また他の競技にもあると思いますが観客に手拍子をしてもらいたいです。へー、手拍子する、手拍子、飛ぶ前に、飛ぶ前に、飛ぶ
あ、煽って。あー、そうかそうかそうか、わーやってくれるんですか。はい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 って、はい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 って、はい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 、ごめんなさいよって。俺リズムが崩れる。そんな拍手は競技中はリズムが崩れるからやめて。完全に沢さんはやりそうだよ。はいどんなリズムがいい、うん、そうだな、だからパタタタ、うん、タタタタタパーンだから裏打ち、え、裏打ち、裏打ち、なかなか飛べねえ。走り出せねえ。自分の中のリズムでしょ、ね、うん、でもリズム大事だっつうじゃないですか、はい、幅跳び、うん、ね、うん、あれもそうだよね、もうあのなんかあのなんていうんですか、棒高跳びもそうだけど、あれ走り高跳びか、走り高跳びね、リズム大事ですよ。はい、続いてこれラジオネームポリポリ。出場したいのは男子 400m リレーです。しかもアンカーで、アンカーで出場したいです、はい、自分以外のメンバーに頑張ってもらってなんとか1位でつないでもらい、自分が走る両脇をボルト選手とガトリン選手に超高速で抜き去ってもらいたい、はい、それはすごい迫力であるのは間違いないです。うん、逆にもそれぐらい差がついてると、あのボルト選手とガトリン選手に抜かれた時に笑っちゃうだろうね。こんなに差がある。笑っちゃう可能性あるな。ラジオネーム島村。出場したい競技、走り高跳び。高跳びかっこいいですよね。理由はベリーロールで挑戦したい、うん、ベリーロールだと飛び越えている感じがするから、うん、ベリーロールです。何ですかベリーロールって。ベリーロールですよ。うーん。そうそうそう、さ、背面跳びの逆ですよ。な、俺やってみせようと思ったんだけど、どうやって、カエルちゃんみたいな。これじゃおかしいでしょ。だからちょっと本当実際飛ばないと分かんないんですけどね、ベリーロール。だから要はあのこの普通、ほら普通の一般の人、一般の人でもないの、はい、背中からバーンって飛んでく背面跳びがあるじゃないですか、はい、その逆で、逆、お腹の方からこう飛んでくるんですよ、はい、それをベリーロール、ベリーロールっていうんですか、うん、反対側なんていうんですか、はい、背面跳び、背面跳び、うん、なんでそっちだけかっこいいんですかね。なんかあんじゃね、背面跳びも。ベリーロールみたいなのがあんじゃね、本当は。ファイアウォールみたいな、なんか名前あんじゃ、ファイアウォール、ベリーロール、ファイアウォールみたいなあんじゃねえの。わかんないけど、でも、あの大会に出るような一流アスリートは大体背面跳びだよね、はい、だってあんまりベリーロール見たことないもんね、うん、俺らが中高の時とかはベリーロール結構多めじゃなかった、あのジャンプしてこう普通にガーってジャンプするのから始まって、ちょっと無理系の高さになったらベリーロールやったよね。なんで背面飛びやらし、あ、難しいんだな、難しいから、難しいからだ、背中から飛ぶの怖いからです、うん、飛べないですもん、うん、ね、うん、え、でも背面飛びの本当の名前あったら教えてほしい。そうですね。あんのかな、だって世界競技でしょ、うん、きっとあるでしょ、世界的 な呼び方は ね、 ね、これだけですか、まだまだいけますか。ラジオネームパコス。出場してみたい競技は円盤投げと砲丸投げと悩みましたがやり投げです。理由は投げた時にうおーうおーと叫びたい、はい、そして気分は獲物を仕留める狩人、出場してみたいですね、はい、って言ってますよ。結構砲丸投げも円盤投げも投げる瞬間とか投げた後とか声上げてますよ、はい、やっぱ上げたくなるんですかね、はいはい、あれはあれな、やった方が飛ぶんですよ、やりはそんなに叫ばないような、そうだよね、叫ばないんですか、うん、でもなんかヤリが叫んで飛んでいく感じしません、やり自体が、やり自体がで投げる瞬間にうわーって言うかもしれないよね。円盤砲丸とか円盤もそうで、あー投げてない、投げてない、すごい声出てますよね。ハンマー投げ、ハンマーが、ハンマー投げか、ハンマー投げね、投げは同じなんだけどたどり着かなかったな。はい、ということで、まだいける、お、もう背面飛びの呼び方はね、英語ではフォスベリーフロップ、すごいかっこよくね。フォスベリー、うん、フォスベリーさんが開発した、フォスベリーフロップ、フロップかっけー、
これホスベリーフロップってなってベリーロールでいけ、いやホスベリーフロップすげえかっけえ。さあということでね、こんな感じで投票お待ちしておりますよ、はい、メールはナックファイブモバイルサイトおよびホームページのナウオンエアとタイムテーブルに表示されるランク共和国のメッセージフォームからお願いいたしますね、うん、一体何が1位になるのか今のところ全く分かりませんが、皆さんチェーゲラホームエネルギーパートナー、ただいまよりガスワンが2時をお知らせします。さて今日は実験したり研究したりでチンプレー、コープレーですな。はい、これラジオネーム、まーちゃんはーちゃん。小学生の頃食べた後に残った果物の種がもったいないと思い、うん、実験したことがあります、はい、スイカとメロンの種をまきましたが芽が出ただけでした、うん、次にカボチャの種をまきました、はい、すぐに芽が出てみるみる大きくなり花が咲き大きなカボチャが一つだけなりました。子供ながらに嬉しかったですよ。実験成功です、はい、本当カボチャはいかなかったの俺。このことを主人に話したら俺も実験するといい、食べ終わった後の桃の種をまきました小学生の時やることですこれ2ヶ月以上経ちますが何も生えてきません、うん、俺やったよ小学校の時スイカとメロン、うん、メロンもやったわ、全然何にも生えてこなかった何にもだわ当たり前なんだけどね。ラジオネームパコス。酸っぱいレモンを甘くしたいと考えたのが今から10年ぐらい前。おっと、はい、なんかすごい実験者のような、はい、実験者の日記のような始まり方です、ね、はい、そこで自家栽培しているみかんの木にレモンの木を接ぎ木して、はい、みかんのように甘くなるか実験をしました、はい、実験を始めてから7年経ち、はい、3年前からレモンがなるようになりました。そして結果は酸っぱい一緒になっているみかんはとても甘いのに残念です、ね、成長すれば甘くなると信じて、うん、今年もなっているレモン、うん、今年こそ甘くなっていることを願いながら成長を楽しみにしている実験です。はい、うえー、激バーでした。レモンはレモンじゃね、これはラジオネームクロスナのキック。はじめまして、初メールです。ありがとうございます。昔変わったチャーハンが食べてみたくなって、はい、何を血迷ったのか味噌を大量に入れて炒めてみたところそまじかったです味噌炒め、味噌炒めとかありますがチャーハンとは相性が悪かったようですね、うん、多分味噌を入れすぎたのが悪かったのかな、はい、ちょっとした料理での実験でした。そういや味噌チャーハンってないもんね、うん、聞いたことないもんな、うん、味噌チャーハン、うん、うん、やっぱ誰かがチャーハンを編み出した周辺の誰かが一回やるのよそれで、まずっもう誰もやらなくなるってことですよね、はい、ということでございましてね、今日は実験したり研究したりでチンプレコープレイで大全集でございます、はい、普通ともお待ちしております。今すぐにこちらまで。愚痴トーク。あなたが胸の内にしまった愚痴を山愚痴沢が代わりに読みます。愚痴った。ラジオネームめぐみさんからの愚痴。猫に網戸を破かれた。さあ山口のコロコロクイズ。これじゃなかったね。特に答えの受付締め切っております。
サイコロをコロコロと振って出た目の数だけ言葉のイリュージョニスト沢山口さんが出したヒントをもとに皆さんに答えをイメージしてもらいましたっつって、はい、イメージできんのかよイメージできんのかよ。これでいいです。出たサイコロの目は1つ。そして沢山口さんが出したヒントがこちら。シャこれクイズじゃないよね、はっきり言ってね。わかんないよこれ。問題が出てないようなもんですよ、もうこれ。シャこれで何かを表せって。おいおいおい、でもみんな考えてくれたんだよ。これはラジオネームヨワシからいただきました。瞬間移動、瞬間移動、瞬間移動って瞬瞬だね、瞬瞬、あそう、シャーじゃないですか。瞬間移動、サマちゃんが瞬間移動を表すときは瞬瞬え、どんな格好で瞬間移動、アクション、アクション、ちょっとかあの行く方向の肩をちょい出しのちょい上げ、ちょい出しでちょい上げの手をこうちっちゃく、でも人差し指と中指はくっつけて、くっつけてで、なんていうの、シュン。それを元にした人差し指を指両手をつけて羽のように広げてシャー。これ何、これなんだろう、これなんだろうこれ、はい、ラジオネームワシワシ、答えはザリガニ。今回はかつてないくらい難しいので、とりあえず両手で大きく翼みたいに広げてシャーってやってみます。はい、でも分かりません。うん、ザリガニ、はい、ザリのガニです。ガニですね。ラジオネームメガネからいただきました。答え、ウルトラマン。ちょっと飛び方変えたかったウルトラマン。分かりません。はい、これはラジオネームカンナマル、裂けるチーズ、シャー、チーズを裂く音かな。これはラジオネーム明日は代打、クジャク、クジャク、羽を広げるときにシャーッとなるから、クジャク。どさあ、まあ、はい、さあ少しぐらいは反応してよ。反応してんの今、すごい。目をまん丸くしたままこう化学反応してる。違う違う、あなたが出したんですよ。ラジオネームご飯ですよは海苔ですよ、はい、うん、シャー、わかんねえよ、スケートかな、スケート、おお、おお、ラジオネーム東村山の佐藤、猫、お怒った時シャーって言うから。正解者今のところいません。うわ、もう少し探していなかったら抽選、エンディングで1名発表します。そりゃそうだよ。そりゃそうさ。じゃあ、近い人がいる、近い人はいる、あ、じゃあ近い人な探しましょう、うん、いや、もうあの答え発表ですよね、はいはい、もう一度やってください、シャーって、はい、シャー、これで導き出される答えは何。テーブル。おー、もう今日ね、あと5つあるんだけどあえて聞かない。なんでシャー。シャー、あのテーブルでこうサッてやるでしょ、あのお皿を乗っけてテーブルクロス、あ、テーブルクロス引き、あ、あれあれ、あのお皿とかセットされてるテーブルクロスをシャッて引いてそのままに、気持ちはもうサッ、分かるかい。もう無理だよそんなの。もうないよ。そうですか、テーブルね、うん、だってそのシャーはテーブルクロスじゃん。そう、テーブルクロスゲーターボー。苦しい。もうじゃあちょっとは聞くか。本当はヒントその2がくる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 っていうのは何。はい、あ、これターンテーブル。あ、そう、キュッキュじゃん、キュッキュだ、キュッ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 みたいな、あ、もうターンの方に、あ、そうなの。ヒントその3のチャージは。チャージ、テーブルチャージ。でヒントその4、なんか汚くなるよね、そう、机の上が。片しなさいって言うとバレちゃうかなと思ったの。マジックは、ヒントその5は、あのトランプとかドワーンって。ああ、ヒントその6、マナー厳しいよねは、テーブルマナー。イエス、ね、はい。
もうちょっと探してみます。近い方がいたらじゃあ近い方に差し上げましょう、はい、全く近い方でもやっぱ遠いかなと思ったら抽選になります。沢山口さんのメッセージ付きナックファイブステッカーの当選者エンディングで発表です。以上沢山口のコロコロクイズでした。 It's the town. 車乗り換えようと思ってさ、ディーラーに下取り、下取りに出したの？だってそれが普通でしょ。ああ、ズバブーンを使えばもっと高く売れたのに。ズバブーン？ズバブーンで高く売れば次の車も安く買えたのに。ズバブーンって何？今すぐズバブーンって検索すればわかるよ。車売るならズバブーン。ごく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 青いし、ウォーターワンの天然水、おいしい水でティータイム、ウォーターワンの天然水、はい、ただいまよりウォーターワンが3時をお知らせします。さてさて今週はどんなネタをお蔵出し、バカボン鬼塚のウィークリーバカボン通信。バカボン歩けばネタに当たる面白ネタを探し続ける永遠の狩人バカボン鬼塚が超個人主義で送るミニマム流行情報ウィークリーバカボン通信。さあということで、いろいろとね、僕は本当、ね、ここで音楽話とかよくしてるわけなんでございますけれども、3カ所ぐらいの土地で似たような中古レコード屋さんの名前っていうのを発見しましてねのそうなんですよ。僕行きつけの自分の地元の静岡の、中古レコード屋さんにグッドタイミングレコードっていう中古レコード屋さんがあるんです。そこはねビートルズが強いんですよ。ビートルズの要は何中東版のビートルズの中東版とか南米版とかいわゆるこのその当時なかなかレコードとかあんまり作ってないところでもビートルズってレコード作ってて、それのまあまあオリジナルジャケット、その土地その国のオリジナルジャケットみたいなのがあるんだけど、アフリカとかね、そういうのも扱ってて、要はコレクターですね。マニアコレクターがそういうのを買う。ちょっとそれも第1版と第2版で微妙になんか写真が違ったりしたらもうコレクターは集めるわけよね。そういうのがこう手を出すような場所で、静岡にグッドタイミングレコードっていうのがありました。行きつけなんですけど、でどこだっけな、広島の方だとか岡山の方だったかな、たまたま欲しいレコードを探してたら、まあネットなんですけど売り切れてたんですけど、要はね売り切れてたんですけど、そこのレコード名がグッドタイムスレコードっていうところで、へーと思ってて、この前長野に行って、で仕事してたんですけど、近くに中古レコード屋があるって言ったから時間の合間に見に行っちゃおうって言って、わーって言ったらグッドタイムレコードとグッドタイミング、グッドタイムス、グッドタイムとか思ってグッドタイムレコードでも一瞬中見たらビートルズとかレア系があったんで買おうかなと思ったけど時間がなかったんで買わなかったんですけど、みんな中古レコード業界グッドタイムって好きだよね、そんな話でした。さあその最後に行った長野のグッドタイムレコードでバーって見てて、あって懐かしいなと CD 持ってると思って、今日持ってきたのがホール&オーツのベストロックンソウルパート1です。パート1出してからもう20年以上経ってるのにパート2が出ないとですね、その、ダリル・ホール&ジョン・オーツで She's Gone。ふつおたなんですが、これね、お名前もラジオネームもないんですけれども、はじめまして、味噌チャーハンですが、ああ溶き卵に味噌を溶いて先にご飯をバターで炒めておき、そこに絡めるようにすると美味しいですよって。へえ、味噌の
香りがするというか味噌の味の、まあ、卵と、まあまあ、バターライスですな、まあ、そこにまあちょっと具が入ってほんのりいわゆる味噌味になるっていうことですね。へえ、そんなやり方があるんだ。ちょっと待って、やってみるよ。うん、もちろん減塩でやるよ。減塩味噌を使うよ。うん、おっちゃんだからね。うん、おっちゃんだからね。そんな感じでございましょうか。また何かありますか。あ、実験したり研究したりでチンプレコープレ大全集ですね。で、ランク共和国の方は世界大会で出場してみたい陸上競技ランキングということでございます。で、グチッターの方もお待ちしておりますよ。メールは NAC5 モバイルサイトよりホームページのナウンエアかタイムテーブルに表示されるそれぞれのコーナーのメッセージフォームから送ってきていただきたいと思います。ファックスは0486500300、0486500300でございます。それからね、今みたいに普通に何気なく、普通オタ送ってきていただいても構いませんので、味噌ちゃんか、今すぐにこちらまでどん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 送ってきてください。ただいまよりガスワンが4時をお知らせします。グチッとあなたが胸の内にしまった愚痴を山愚痴沢が代わりに読みます。グチッとラジオネーム岩原からの愚痴。子供がうるさくてテレビの音が聞こえない。ランク共和国王国ではなく皆さんの意見を公平に取り上げるランク共和国。毎週 MC の私バカボン鬼塚と CG キャラクター沢があらゆるジャンルのテーマをランキング形式で紹介。いよいよランキング結果の発表です。CG、はい、よろしくない。よろしくだすだすです。今週ランキングしたテーマはこちら。世界大会で出場してみたい陸上競技ランキング。現在北京で世界陸上競技選手権大会が行われておりますが、実力や経験はとりあえず置いといて、はい、出場してみたいなという陸上競技を一つ選んでその理由を書いて投票していただきたい、はい、やったことなくてもいいんです、うん、できなくてもいいんです、うん、これやりたいってやつね、はい。まずは少数派、はい、これはラジオネームカナレモンさん。走り幅跳び、これねランク外なの。走り幅跳びが昔体育でやりましたが大嫌いでした。大嫌いぽっちゃり気味な私に飛べるわけがなく、いつも記録は最下位の方、はい、あれから20年以上、うん、昔より痩せた私今なら飛べる気がする、うん、ちなみに5年前、これまた子供の頃大嫌いだった跳び箱を飛んだら足を骨折しました。飛び箱か、うん、そうなんだよね飛び箱ね、うん、やりがちなのはあの手つく位置が前すぎて何尾底骨を、はい、あの飛び箱の前の方にガッてつけるやつ、あっつって、はい、あれやりがちじゃない、うん、やりがち、これもランク外。ところんてんさんからいただきました。競歩です。すでにトイレに書き込みたいけど走ったらまずい、うん、でも早く座らなければもっとまずい、はい、みたいなあのもじもじ感をやってみたいです。もっとギュッ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 ってあのプリップリってやつね、うん。これラジオネームありません。これもランク外。僕が出てみたい競技は 3000m 障害ですね。
3000メートルを走る間にハードルに似た障害物を35回も超えるという過酷な競技でもあるんですが、その中に水濠というちょっと変わった障害があるんです。ハードルを超えると浅い池のようなものがあり、その中にバシャバシャと選手の足が浸かっていきます。見ただけではその水濠と他の障害との違いがあまりわからないのですが、ぜひ出場して水濠というものを味わいたいです。ねえ、これなんだろう、なんで水濠があるんだろうね。まあまあでもいいのか、なんかそれによってタイムが伸びたり遅くなったりってあるの、水濠の飛び方によって。あれを、ね、一回はまるとなかなか出れないから、できれば水濠の端の方にバッて着地した方がいいってこと。端とかじゃなくてもう飛び、スピードに乗ってそのポーンって飛び越えた時に水濠に足が、スピードに乗って足をバンってつかないと抜けれないんだ。じゃあちょっとスピードが落ちた状態で水濠にジャバっていっちゃったら抜けなくなっちゃうから、あ、スピードが落ちる、あ、いわゆるスピードを殺されるわけね。なるほど、いろいろあるんだね、知らなかったね、CG ねえ大変なんだよ、まあ、CG だから知らないのは当然だけどねそう、うん、ではいきましょう。それではランキングの発表です。世界大会で出場してみたい陸上競技ランキング、第5位をチェーゲラーゲラーハンマー投げ、あら、ハンマー投げ、ラジオネーム栗割くん、僕が出場してみたいのはハンマー投げです、うん、僕は身長が平均よりも小さく細身なので、中継しているナレーターにびっくりしてもらいたいです、あ、そうか、そう、逆にすごい飛ばした、おっと次の選手はハンマーよりも細いですねみたいな、なんかそんな感じ。ラジオネームすっとこどっこいしょ、出てみたい競技はハンマー投げです、うん、走るのはやっぱ辛いじゃないですか、うん、食生活も制限されてストイックに取り組まなきゃならないし、な好きなものを食べたいし、投げたい時に雄たけびをあげたいからハンマー投げです、はい、いやなんかでも日常生活で役立ちそうですもんね、ハンマー投げ、投げだとうっそ、どこでなんかわかんないけどすごい CG お願いしますよ CG、では続いていってきましょう、行ってみましょう。世界大会で出場してみたい陸上競技ランキング第4位をチェーデラー、チェーデラー、やり投げるのばっかりだもん。ラジオネームチェリーひよし、僕はやり投げをやってみたいです、うん、やりを持ってみたいし、実力がなくても投げる瞬間に大声で気合を出したら投げたらなんとかなりそうです。やりを持ってみたい、やりを持ってみたい、そんなことないよねじゃあ続いていってみましょう、はい、世界大会で出場してみたい陸上競技ランキング第3位をチェーイケラーイケラー、ナンバー3、走り高飛び、走り高飛び、ラジオネームありません。走りは走りでも走り高跳びに出てみたいです、うん、飛び上がってる時と降りる時にどんな風景が見えるか気になります、うん、あーそうですね、走り高跳びか、それこそベリーロールとその背面で全然見える風景は違うと思いますけどもね、じゃあ続いていってみましょう。世界大会で出場してみたい陸上競技ランキング第2位をチャーケンドー、ナンバー2、棒高トビー、ラジオネームミーニャン、棒高跳びかな、何でも反抗したがる万年反抗期の私は重力にも反抗して大空へ羽ばたきたい、5メートル以上飛ぶ姿は美しい、元山さんはね、棒高跳びがいい、このスキルがあればアパートの階段登らずに済む、助走がいるぞすっげえ、すげえ手前のコンビニからやらなきゃいけないパッ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 ってやんなきゃいけないぞ、おい。さあ、じゃあ行きましょう。世界大会で出場してみたい陸上競技ランキング第1位は、チェーゲラロロロン、ナンバーワン、100メートル走、やっぱ人気ですね。人気かっこいいもん。ういさん。はい。そりゃ100メートル走でしょう、うん、運動会でも決してビリじゃないけど一等は夢のまた夢、はい、障害物競争ならからおじて3位ぐらいなので、うん、100メートルでぶっちぎりの一等を取ってみたい、はい、そうね、うん、直線で、うん、あの直線でぐいぐい抜いて、うん、
ぶっちぎっていくあの姿、うん、そう最後余裕な感じに走りってそうで頭を先にうって出したいあもうちょっとっていう時頭先にうってそしたら頭のでかい俺はすげえ得すげえ得さもう頭ちっちゃい選手より頭でかいからパンッつってうんっつってなんか言ってて悲しくなってきましたはいということでございましてさあ CG はい今日のランク共和国はどうだったかなそうだね、うん、道具が使いたいんだね CG はどれ、うん、ちなみにちなみに、うん、槍投げだそうですよへえ、うん、以上ランク共和国でしたラックファイブごく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 あおいしいウォーターワンの天然水水体毎日ウォーターワンの天然水はいただいまよりウォーターワンが5時をお知らせしますダウン天神神社巫女の沢さんがリスナーから送られた普通の言葉を甘噛みしたら幸せが訪れるかもしれない天神神社こと天神 JJ です。さあはい沢さん、はい、あの出来上がりましたよ。何がですか。ピュ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 新しいこのね、はい、このナックファイブの、はい、このステッカーに僕と澤さんのこのサインをしたところにハンコが押されてるでしょ、はい、そう前あのパワーオブウーマンのね、はい、中継で出ていただいたハンコ作家の方が僕らの天神神社のハンコを作ってくれたんですよ。オリジナルのそれね使っていいですかっていうことで今後こういう形で、はい、ねスペシャルな時に、はいやる天神神社であなたが天神されたらこのステッカーを差し上げます、はい、このハンコが押された僕らのサイン付きのナックファイブのステッカー、うん、これすごくいい感じです。あのね金と銀があってそれぞれデザインが違うんですが金か銀どっちが行くか分かんないっす。ええどっちが行くか分からないので届いた方をお楽しみに。だからコンプリートしたかったら出し続けるしかないなね。ネタを出し続けるしかないね。時にスペシャルの時のみなんで、だから今日はこれから読みまして、うん、天神様が登場するたんびにこのハンコが押されたステッカーを差し上げるんですが、金か銀どちらか差し上げるということになります。だからそこを狙うもよし普段から送ってくるもよしでございますね、はい、それでよろしいですか、はい、沢さん、はい、いいよ、うん、今日はこれがかかってますからね、はい、大丈夫ですか、うん、うんとはいしか言ってない。そうですね、あの複雑なところでしょうね本当噛みたくないんだもんね。そうなんですよ、本当に声ちっちゃいよ、はい、ラジオネーム、チョコからいただきました。いいよ、はい、フランク・シナトラ。あらまあ、そうです、それすっかり忘れてたんじゃないですかね。そうだった、そうですよ、読めちゃうと今回今日はスペシャルですからはい、あれです。まあまあもちろんねハンコはもらえないわ。この曲はかかっちゃっていて、もうなかなか、もうなかなかの何重苦なんですか。そして君もソロいったソロソロ小指で弾いている。実は全部このフレーズ小指で、右の小指で弾いてるのは俺ではね、行くも地獄、噛むも地獄ですから、はい、ラジオネーム元バリカン隊長から出てきた、はい、いよー、はい、
相対性理論。あらー、これはもうちょっと辛いんじゃないですか。なかなか相対性理論はこれはどうでしょう、ちょっと勘どくとこだったんじゃないですかね。勘どくとこだったんで読めちゃう。今日はちょっとやばいですよ、滑らかですよ口の運び。だからもう完全にこれ系の漢字系の羅列系は読めてしまうかもしれないですよ。そしてストロー、中指でストロー、右手の中指だけでストロー、パーパーパーとストロー、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 親指もたまーに使って中指でストロー引く俺。ラジオネーム、今のところ僕だけ辛いです。ちょっと僕だけ辛いです。いいですか、ラジオネーム人生滑りっぱなしから読みました。いいよー、はいはいはい、はい、サニーブラウンアブデルハキーム。えもう一回、サニーブラウンアブデルハキーム。ハキームか、天神様降臨。サニーブラウンアブデルハキーム、ハキーム、ハキームって。あいっぱい入ったね。あサニーブラウン、あアブデル、あハキーム。はい、今日ねスペシャルのまず一発目が出ましたよ。1枚目どっちか、金銀のどっちかですからね。はい、ラジオネーム本能寺の変態からいただきました。いいよ、とにかく明るい安村。安村って安村って言うとしてブレーキかけたんです。安村、驚きの安村の口になってましたからね。あ、続いて出ましたね、よかったですね。これはラジオネーム汗ダクダクからいただきます、はい、よー、はいはいはい、フランク、フランシスコザビエル。フランシスコザビエル、フランクじゃないです。フランク、フランシスコザビエです、ね、シスコザビエ、そうっすよ。ラジオネームやわらかれてきました。よー、はい、芥川龍之介。え、芥川龍之介。間違えない、わわ、芥川わわって言ったような気がするな。芥川わわってなんかね、なんか一個多かったなのに、もう一回っつったら読めちゃったね。漢字の羅列系も相対性理論もそうだけど、うん、もう澤さん読めちゃうんで、はい、ちょっとそこは考えた方がいいかもしれませんよ。送ってくる皆さん、よろしいですか。そしてストロー、中指ストロー、親指ストロー、人差し指ストロー、小指で小指で小指で小指は使わない親指です。ちょっと楽し始めた。楽するがあの苦しそうなのがいいな。あのもう辛いの。ラジオネーム正和アット相模原が、はい、いいよ、はい、ラマンチャーの男。おかしいやんか今の。ラーマンチャの男ってぞ、ラーマンチャの男って、ラーマンチャの男だから。その、あの棒奥におにぎりを食べさせてほしいんだなの言い方でラーマンチャの男って言ったよ。なんでこれは紙に入らないんだよ。これが、これ今のは噛んでるでしょ。そしてその見てる、その交互にする、ゴールの小指だけです。そう、親指も使うようなふりして小指のみでーす。もう勘弁してくださいよ。あーって。ラジオ
ラジオネームちょちょこからいただきました。いいよ。店内改装のためしばらく休業させていただきます。だからこれ文章系もダメよもう。意外と噛んでないんだから、このなんかなんていうんですか、なんていうの、標語っていうの、あのお店の標語系っていうんですか、あの定型文っていうんですか、うん、あの そういう系なかなかもう最初のうちは噛んでたけど、この頃噛まないでしょ。もう全然噛まなくなった。なんかね、全然噛まなくなったんで、その辺も注意した方がいいんですよ、うん、皆さん。違うやつ、そしてドン拳でドン拳でその、チョップでその、拳でその、チョップでその、肘でその、肘でその、チョップで拳で肘でその、キムチ拳で尻、尻じゃない、尻じゃないわ、尻じゃないわ。あーもう、もう勘弁してくださいよ。ラジオネーム、まさかずアット相模原。はい、いいよー。はい、宇宙戦艦キャプテンハーツロック。キャプテン宇宙海賊でしょ。宇宙海賊キャプテンハーロックですよ。宇宙戦艦キャプテンハーツロックじゃないですか。全く別物でしょ。海戦宇宙戦艦キャプテンハーツロックと宇宙海賊キャプテンハーロックは別物でしょ。あ、松本零士先生。さあ今日この新たに金銀のハンコが押されました、はい、ステッカーが当たったのはラジオネーム正和アット相模原、ラジオネーム汗ダクダク、ラジオネーム本能寺の変態、ラジオネーム人生滑りっぱなし、この 4人まずは届くのを待ってていただきたいと思います、はい、さあ天上様、今日の感想を、感想をどうぞ。感想、はい、あの肘で大きい。ありがとう天神様。来週もおいでくださいませ。さあ今日は実験したり研究したりでチンプレイコープレイ大全集でございますな、はい、その前にふつおた、お疲れ様です。バカボンさん万世ありがとうございます。謝るのがうまい大輔です。え、おお、明日はしっかりさばいちゃいます。さばいちゃうぞ。なるほど、さばかれてばっかりやんか。さば、うん、いてないで、さばかれてる。いつか本当に裁ける日が来るといいな。大輔さん。明日ね、ぜひちょっと、ひょっとしたら明日かもしれないよ。明日もう裁けるようになってるかもしれないよ。ぜひ明日聞いて確かめてください皆さん。うん、大輔くんね、どうも、I meet up ね。どうもありがとうございます、メッセージ。はい、アルシェからやりますから、ここでやると思いますよ。ここでやると思いますよ。謝り続けると思いますよ。ラジオネーム、ぐちゃぐちゃひじき。これは実験したり研究したり、はい、子供の頃ファミレスとかのドリンクバーの飲み物を混ぜてどうしたら美味しくなるかを調べてました、はい、その中でお茶とカルピスを混ぜてみたところ、あまりにもまずく思わず吐き出してしまいました。それ以来ドリンクバーの飲み物を混ぜるのはやめました。ちなみにコーラにジンジャーエールを混ぜると美味しいですよ。うん、知ってる。大体試すから子供の時ってね。これ中3のアスカです。女子、はい、最近受験のストレスかよくわからないのですが、はい、便が出そうになるのをどこまで耐えられるかという実験を思いつく。最初は死にそうになるほどきつかったのですが、徐々に平気になりました。しかしもう出さないと私の体死ぬんじゃないかと思いまして出すことにしたのですが、はい、長く我慢したせいで便がなかなか出ず、やっと出たと思ったらケツに力を入れすぎて痔になりました。絶対真似しないでください。真似しないよ。痔になります。わあ、もうやっちゃダメよ。硬いうんこがこう、ね、顔がこう出る状態だ。これ以上出ないんだね。これ以上出ないんだよね。
何をやったかは皆さん想像してください。ラジオの前にスタジオの前の皆さんは分かりますけどね、ラジオの前の皆さん、俺が今何をやったか、想像してくださいね。便になってみたって。ラジオネームありません。中学生の頃家で鳩を飼っていたんですが、ある日ふと鳩ってどれぐらい人になれるんだろうと疑問に思い、その日から学校、食事、風呂、寝る時以外全ての時間を鳩小屋で過ごしていたんです。最初は警戒していた鳩もだんだん慣れてきて餌を口移して食べるようになり、小屋にいる変な人間を意識しなくなりました、はい、次は、鳩を話している最中に呼べるか試してみたんです、はい、そしたらなんと上に手を上げた手に飛んできて止まるまでになったんです、はい、その時の気持ちは鷹章ならならぬ鳩章でした。鳩状こうやってピューッパッツねえ、レースバトね、うん、育ててる方いっぱいいらっしゃいますもんね、うん、これピョキモノコ18歳女子、はい、小学生の時の話です。友達と泥で茶色い塊を作り、それを細い道の真ん中に置いてどれだけの人が避けていくかという実験をしました。実験をした。自転車で通る中学生や兄弟が汚ねーとか言っていく様を遠目に見てものすごく笑っていたのですが、ある男の子はこれ偽物だべとか言って私たちが作った茶色い塊を踏んで帰っていってしまいました。結構面白かったのですが、今思うとひどいいたずらをしたなと少し後悔してます。これ18歳の女の子ですよ。ここをこうです。道の真ん中に何をしたかはラジオの前の皆さん、想像してくださいね。便になったんです。さあ、ということで、実験したり研究したりでチンプレコプレ大選手、はい、まだまだお待ちしております。今すぐにこちらまで。さあ、今日は実験したり研究したりでチンプレコプレ大選手、ラジオ特大からいただきました、はい、大学生の時あまりに暇だったので、うん、ファミレスの前を通る人のメガネ着用率を調べてみました、はい、100人に達成した時時点で100人に達成した時点で25人と意外にも少なかったです、はい、しかしふと僕の周りにいる友人を見ると、うん、メガネ率 100% でした。世間とかけ離れてしまっているのでしょうか、はい、あ、100人通ったうち25人メガネだけど、この国大の周りは 100% メガネ、ね、国大はどうなの。国大はメガネ、メガネ、メガネなのメガネなの。あ、もういいですか沢さん、それで決めたんですね。沢的にはメガネでも事実はわからないかもしれないですね。スタジオの前メガネ多いですね。メガネ率4分の1ぐらい、もうちょっといない、もう4ない5分の1ぐらい、5分の1ぐらい、3分の1ぐらい、もういるよ、よく見ると。だから今ほらフレームとかが自然だから、あ、分からない、分かるわ、メガネは顔の一部です、分かるわ。あさってとラジオネーム、明日あさってと神宮へ出かける研究熱心なリナだよ。おー、リナ、お兄ちゃん、サラさん、こんにちは。こんにちは。私ポージングを研究してるよ。女子として可愛さはかなり重要なんだよね、うん、雑誌やテレビで可愛いポーズを見つけるとプリクラなんかで実践するんだ。撮った写真を見るとそれなりにできているけどどこかぎこちないんだな。表情とか作るのも難しいよ、うん、一人では気づかなかったけど何人かで同じポーズをすると可愛く写る子やそれなりの子がいたから人によって似合うポーズが違うことが分かったよ。最近は大好きな乃木坂ちゃんのビデオをスローモーションで再生し、うん、いい場面を写メし、うん、鏡を見ながら自分に合うポーズを練習しているんだよ、うん、アイドル経験のある沢さん、セクシーとか綺麗ではなく1ミリでもいいからより可愛くなれるポーズをアドバイスしてください、お願いします。アイドルとお話しする機会が多いお兄ちゃんはどういうポーズや仕草にキュンキュンしますか。
1ミリでもいいからより可愛くなる、なれるポーズをアドバイスしてください。アドバイス、うん、顎引き5ミリ。顎引き5ミリ、うん、顎を引くのどういうこと？だから自分が持ってる時にちょっとだけ5ミリ顎引くと可愛く釣るってよく、うん、あ言ってる。言わってない。言わってない。どういうこと？今決めたの。もうエンディング近いんだからさ、混乱させないでよ。上目遣いってこと？上目遣い、ほんのちょっとだけ、ほんのちょっとだけ。でもこう引きすぎてもダメなんでしょ？そうそう、だからちょっと5ミリだけ引いてっていうことね。うん、あーそうですか。僕はなんだろうな、うん、どういう仕草かな。うん、アイドル内股、指を鼻にこう入れる。かわいくない。こうってキュンキュン来るかな。キュンキュン来ねえよ。さあということでございまして、実験したり研究したりでチンプレコープレー集ね、大全集、うん、エンディングで読めたら読みますから、うん、まだありましたら今すぐにこちらまで。The Town。キッズザタウンに今日の午後3時までに届いた全てのリクエストを集計し、上位9曲ビップリップ先進のビップリップコンセプトビップリップキッズザタウンリクエストチャポッピュー。いよいよナンバーワンの発表ですが、その前に今週の2位までを滑舌よく振り返っていきましょう。ナンバー5、ヨドナフィーチャリングハジーミワ。ナンバー4、オーマイウィッシュモーニング娘。15。ナンバー3、ハロウィンナイト。AKB48。 ナンバー2、24カラッツゴールドソウルエグザイル。あれ、あれ、ハロウィンナイト。そしてヒッツザタウンリクエストチャートトップ5、今週のナンバーワンソングはこの曲。ナンバー Town。 というわけで今週見事1位を取ったのは福山雅治、アイアムヒーローでございました。さてさて、次回はどんな曲がランクインしてくるのきや。チャートを決めるのはあなたからのリクエストです。たくさんのリクエスト待ってます。ということで大騒ぎでお送りしてきました、はい、ヒッツザタウンいかがだったでございましょうか。今日の僕とサワちゃんのサイン入りナックファイブオリジナルステッカーの当選者はラジオネームひよこ探求者さん、ラジオネームチャポさん、アスカさん、ラジオネームあの日の夏が待ち遠しいさん、ラジオネームベルノさん、おめでとうございます。そして、これコロコロクイズなんですけれども、この人が近いってことでラジオネームマナチンさん、答えテーブルクロス引き。テーブル入ってるしね。でそのヒントはそのまま当たってますからね。テーブルクロス引きをやってたわけですからね。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。キッズ・ザ・タウン来週も9月です。9月5日のゲストはアンジェラ・マキ・バーノンさんと、はい、ラスト・ガスプさんでございます、はい、そしてこの後6時からはスポナウ、担当は上野智弘さん、この後もナックファイブでお楽しみいただきたいと思いますよ。今日は実験したり研究したりでチンプレーコープレーでやってまいりましたけれども、これラジオネームありませんけれども、自分が高校時代の時の話です。自分は工業科学科の勉強をしていました、工業科学科か。卒業前に実験や研究発表会があり、自分はオリジナルの入浴剤を作るというものでした。発表が近づいたある日、とある問題が発生。それは入浴剤としての要である色と匂いのついた粉状にするやり方がわからなかった、散々悩んだ結果、海水から塩を作るやり方を思い出し勢いでやってみました、とりあえず水を入れたビーカーに成分をぶっ込み、着色料の青色とミントの香りがするアロマオイルをドバドバ、火にかけて水分を蒸発させれば色のついた粉が残ると思っていたのですが、蒸発する際にものすごいミントの香りと焦げる焦げる匂いが混ざったものが、自分がいた研究室だけでなくその階の教室や廊下、学校中に広がり、先生たちや生徒が騒ぎ出す事態になったのです。出来上がった入浴剤は家の風呂で使ってみましたが、色の成分が強かったのがものすごい深い青で、とても体を浸からせたくないもので、お湯を抜いても浴槽が真っ青になっていて掃除が大変でした。その日から卒業まであだ名がマッドサイエンティストになりました。いいなこれ。なんだったんだろうな。浴槽青いまんまだよ。すごい。すご
ごいね。ベージュのなんか浴槽だったらもうすごい、もう何これってずっと言われ続けるよね、うん、YS ランナーさん、お兄ちゃん、サバさん、こんにちは。こんにちは。まさに今実験中です。はい。1ヶ月後にランニングで一人旅を計画中です、はい、ちょっと待って、ランニングで一人旅、うん、そのシミュレーションしています、はい、実際に持っていく荷物を背負って初日の道のりの半分、川口から流れ山を往復しています。天気が良くないけど雨のシミュレーションできてます。疲れてるけど楽しいよすごい頑張ってます。45歳、お、もう僕からはもうこれしか言えません、はい、頑張れ、ね、はい、というわけでそろそろお別れでございます。おいで、私バカボン西加藤、私山口沢でした。それじゃあね、バイバイ。